ヒインコは小型から中型の樹状生活に適応したインコでヒインコ赤を構成する東南アジアやポリネシア、パプアニューギニア、オーストラリアを含むオーストラリア地域に広く分布しており、そのほとんどは非常に明るい色彩の羽毛をまとっている。ヒインコの絶種食は花の蜜や柔らかい果実で野生家では約5000種の花や果実を食べている。 これらを食べるために特化した長い舌は先端が非常に細かなブラシ状になっており大変器用に動かすことができる。翼や尾羽は先細で尖っており巧みな飛行と敏少な動作が可能である。跡と足は非常に強靭である。性格は非常に活発で人懐っこくペットとしての飼育に向く。仰向けに寝転がったり人間の言葉や動作に反応して ダンスを踊るような仕草をするなど、道化じみた動きを見せることが多い。ヒインコは通常ヒインコ赤として分類されており、インコ化におけるいくつもの赤の分類の中でもも明確な特徴を持っている。一部の専門家は、ヒインコ赤とこれ以外のインコとの間の際は、このグループを正式なトガとして分類することを正当化するのに十分であると考えている。この場合には、 その名前は、生物学的命名規則に従って、ヒインコカとなり、これ以外のインコカやオウムカと並んで、オウム目に置かれることになる。ローリーとドリキートという名称の使い分けは、パロットとパラキットの使い分けのように主観的であるが、一般的には短くずんぐりしたオバネを持つ種類が、ローリー、長く先細のオバネを持つ種類が、ドリキートと呼ばれる。 色彩豊かな五色性がインコは、ザ・パラッツ・オブ・ザ・ワールドの初版に掲載されたインコのうちの一種であり、またジョン・グールドのリトグラフ、バーズ・オブ・オーストラリアにも登場している。以来、ヒインコは、インコの中でも最も美しい種類の一つであると、広く言われている。餌本来花の蜜や果実を主食にしている。ヒインコ類には、専用のネクター、または、ペレットといった、 総合栄養食を与える必要がある。フィンチ類やラブバード用のシード餌を与えると、うまく消化できず下痢を起こすことがある。ヒインコ類は、餌の消化が非常に早く、24時間以上、断食状態が続くと命に関わる場合があるため、注意が必要である。フン、ヒインコ類は、基本的に難弁であり、場合によっては周囲に飛ばすこともある。そのため、 小屋の周囲を清潔に保つには、多種のインコよりもこまめな掃除が必要となる。ペレットを常食とすると、難弁が多少解消される。なお、インコに、曜弁のしつけを覚えさせることは、ほぼ不可能である。鳴き声ヒインコ類は、興奮するとかなり大きな鳴き声を上げる。おおむねホイッスルのような金属的なかんだかい声で、長時間にわたって、泣き続けることもあるため、 特に集合住宅で飼育する場合には注意が必要である。できれば防音設備を設置するか、鳥専用の部屋を用意することが望ましい。また、人の言葉を覚えると、字泣きの回数が減るため、言葉を教えることも泣き声の対策としてある、程度有効である。しつけ非常に頭が良く、個体や族によって差はあるものの、根気強く教えれば、人の言葉を真似たり、握手や、 わなげなどの芸をすることもできる。陽気で活発な性質ではあるが、同時に興奮しやすく、特に成長は、他の鳥に対して攻撃的になりがちな傾向がある。ため、同種、別種にかかわらず、多数害をする際には十分な配慮が必要である。また、人間に対する噛み癖もつきやすい。ヒインコ類のくちばしは、針状で先端が尖っており、強く噛まれると出血することもある。 体罰を伴わない噛み癖の強制及び必要に応じて、くちばしのカットを行うことが望ましい。なお、くちばしには血管が通っており、注意が必要なため、可能であれば、鳥類を診察できる獣医師に頼むのが理想的である。寿命飼育下での平均寿命は15年から長い、ものでは30年ほどになるとも言われる。 飼育する場合は最後まで責任を持って面倒を見ることができるかよく検討する必要がある。ヒンコアカに属するインコの分類。根性インコは絶滅の危険があり、現在では世界で最も希少な鳥類50種の一つになっている。ノドジロルリインコは環境脆弱に分類されている。彼らが危険にさらされている主な原因は彼らの生息地である。 小さな島へのヨーロッパ産のネズミの移入である。これらの鳥の一部を捕食者がおらず、住環境が破壊されない場所に移住させるべく、様々な保護の取り組みが行われている。ありがとうございます。